はい、今日は5月3日、江ノ島でやる湘南ディスコナイトと、六本木マハラジャでやるソウルステップナイトの準備で、DJ 稲葉さんのところに機材を取りに来ております。稲葉さんは当時70年代六本木スクエアビルのネペンタの DJ です。稲葉さん、ネペンタっていうのは当時どんな感じでしたか？どんな感じというか、まあ、普通のディスコですよですか。ね。あれでも当時スキュアビルって六本木、地下がキャステルでしたっキャスけ？テルとバレンジュね。で、10階まであったんでしたっけ？ですね。はい。で、ネペンタは5階ですよね。5い階や、だっ8け？階です。8階がネペンタ。5階は何でしたっけ？なんか1階があ、ゲーサム、ンマクラブですね。ああ、1階がゲームセンターで、エレベーターがあって、上がディスコで、通称ディスコビルって言って呼ばれてましたよね。まあ4回は違いましたけど4ね。回は4回は違った。で、稲葉さん、スキュアビルのネペンタっていうのは何年から何年ぐらい前だったお店ですか？あそこ長いですね。78年から90年代あ、くらいまそんだな、新しいそんでなすまよであったんね、です多分。か。ああ、稲葉さんがやってた時はもう70年代の最初の方の。いやいやいや。ですから私80年代の頭80と年かあっ代ちの方頭。ですね。ああ、ということで、稲葉さんはもうディスコ全盛期のスペシャリストなんいで、やいや。よろしくお願いします。それから、これが見えますかね、フライヤーの画像、5月29日、それと、江ノ島がこちらになります。5月3日、江ノ島ビュータワー4階オッパラで開催しますんで、皆様、当時のリアルの DJ ですから、ね、他のイベントと大きな違いは、ただ回すんじゃなく、当時の DJ ですから、そこが、大きな違いだと思いますんで、よろしくお願いします。稲葉さん、じゃあ、当よ日ろはしよろく。しくお願いしはい、まこちらこそおす。願い以し上ます。です。ただのじじいです。はい。